韓国が国産ジェット戦闘機として開発を進めている 第4.5 世代ジェット戦闘機 KF-21 ポラメの設計図や、同じく国産汎用ヘリコプターである KUH-1 スリオンの関連資料などの軍事機密資料を販売するという、コメントがテレグラムなどの SNS 上に投稿されたみたい。これによって、韓国軍国家情報院警察などが合同で捜査を開始したことが報じられているな。今回は韓国軍の兵器関連機密資料が流出した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、それによると、スリオンの部品とみられるパーツ写真や KF-21 の設計図など、軍事機密に関連する文書を売るという投稿が昨年頃からテレグラムなどに何度か登場していたとされ、これを発見した韓国航空宇宙産業 KAI が、この投稿とアカウントなどを国家情報院など捜査関係当局に通報したみたい。国軍防庁司令部や国家情報院に韓国警察などは現在、軍事機密保護法及び防衛産業技術保護法違反などの容疑で合同捜査しているとされているけど、現時点では捜査中ということもあってことの真相を伝えるコメントは発信されていないんだって。この報道を受けた日本のインターネット上ではもしこの軍事機密情報流出が真実であったとしても、開発段階ですでに時代遅れの戦闘機と評価されているポラメや、国産化しようとして事実上失敗し、さらに様々な欠陥が明らかにされているスリオンの軍事機密など大した価値がないとして、ポラメやスリオンの機密が漏洩することよりも、それらに技術移転として提供されているアメリカなど他国の軍事機密の漏洩を心配する声が広がっているね。事実ポラメの国産化については 65% 程度との見方があり、とても国産戦闘機などと呼べるものではなく、スリオンに至っては動力伝達装置を構成する部品約450点のうち、エアバスヘリコプター側との間で技術移転して国産化すると契約した部品134点しか達成できず、さらに韓国国内で量産可能なレベルにまで到達した部品は約80点でしかないとされているぜ。さらにスリオンの開発が完了した後の調査によって、実際にスリオンに搭載された全ての動力伝達装置がエアバスヘリコプターの製品であることが確認されるなど、韓国の監査院では1兆3000億ウォン約1400億円が投入されたとされる国産化計画は事実上失敗したと見ているらしい。これらのことから、ポラメやスリオンの軍事機密漏洩はすなわちアメリカをはじめとする、西側諸国の機密情報が漏洩されるに等しいとして問題視されているのであるが、ここ数年はアメリカ軍の兵器などに関する情報などをはじめとする軍事機密が韓国から中国やロシアなどに漏洩しているとされる疑惑が吹き出しているってわけだ。2023年4月10日にはアメリカのニューヨークタイムズ紙が、同月9日までに SNS 上において米当局が韓国政府の通信を傍受していることを示す文書が拡散したり、ウクライナの防空システムの窮乏に関する記述があったりしたことなどがあったと報じたよ。ニューヨークタイムズ紙によると、流出した文書にはウクライナへの砲弾支援をめぐる韓国政府高官らの発言記録があったとされ、それにはウクライナに殺傷兵器を提供しないとする韓国側の原則を変更して兵器を提供するかどうかを議論する内容が含まれていたみたい。アメリカ側はこの韓国による機密漏洩を大きく問題視していて、11日にオースティン米国防長官が韓国のイ・ジュンソプ国防相と電話会談を開いて、米国の機密文書流出に関する報道について説明した上で、今後アメリカ側と緊密に連絡を取り合って真相究明に協力していくことを発表したんだ。韓国によるアメリカ軍などの機密情報漏洩について過去には、2022年4月29日には北朝鮮の工作員から多額の仮想通貨を渡されて韓国軍の軍事機密を流出させたとして、韓国陸軍の現役隊員が、国家保安法違反容疑で逮捕起訴されていたことが発覚して韓国メディアが大きく報じたな。この陸軍隊員は北朝鮮工作員と直接接触したことはないとされ、通信アプリテレグラムでのやり取りで取り込まれて指示されていたとして、オンライン上で北朝鮮に取り込まれてスパイ活動した現役将校の摘発は戦後において初めてだというぜ。
この陸軍隊は2022年1月に北朝鮮工作員の指示で、韓国軍の演習時などに各種情報をやり取りするための合同指揮統制システムへのログイン画面などを撮影して、工作員に送信した疑いが持たれており、この陸軍隊はオンラインコミュニティで知り合った韓国人の友人から、この北朝鮮工作員を紹介されてテレグラムだけでやり取りしていたと自供したとされているらしい。ネット賭博などで多額の借金があり、工作員から4800万ウォン約500万円相当の仮想通貨を受け取っていたとみられ、軍事機密の撮影に使う時計型隠しカメラを隊員に送るなどした暗号資産投資会社の代表も逮捕起訴されたね。なおこの代表もまた、多額の仮想通貨を受け取って工作員に取り込まれていて、別の韓国軍将校にも軍事機密の持ち出し話を持ちかけたようだけど、これについては失敗したんだって。それ以前にも韓国軍幹部による機密情報漏洩は存在していて2015年にも発生していて、韓国の軍検察は2015年7月10日、軍事機密を中国に流出させたとして、キツトム司令部に所属する海軍少佐を軍事機密保護法及び軍刑法違反機密漏洩の罪で起訴する事件が起こっているんだ。この海軍少佐は2013年6月から2015年2月にかけて、韓国海軍艦艇に関する軍事機密1件と軍事資料26点を中国情報機関関係者とみられている中国人男性に渡した疑いが持たれ、その少佐は見返りとして中国の諜報員から金銭や接待を受けていたんだって。キツトム司令部とは、軍事機密の保護や流出防止を防ぎスパイの摘発などを担当する重要な部署であり、にもかかわらず、このような事件が発生し、2015年4月に複数の事務職員が内部文書を兵器仲介企業に渡して逮捕されたのみならず、5月には幹部2人が銃弾3万発分の弾倉をレバノンの業者に横流したとして摘発されるなど、常識では考えられないような不正が続出していたぜ。なお、これらの韓国側による機密漏洩について米国防総省関係者が特に韓国側への怒りをさらけ出したのは、この海軍少佐の事件に関連して、アメリカの最新鋭防空迎撃システム高高度防衛ミサイル THAAD に関する情報を含む機密漏洩の可能性を報じたためとされているな。THAAD は当時、アメリカ軍が弾道ミサイル防衛 MD システムの中核として韓国国内への配備を目指していたよね。このシステムは迎撃ミサイルとともに、北朝鮮のみならず中国のミサイル基地の存在をも丸裸にする高性能な早期警戒レーダーが配備されているため、中国は韓国への配備を激しく非難して猛反対するとともに、THAAD に関する情報を切望していたとされているよ。軍事機密の保護を主任務とする韓国軍のエリート幹部が積まれた金に目がくらみ、あろうことかアメリカ軍の最高機密情報を中国に平然と漏洩していたというわけだ。このことは韓国軍に不正がはびこっている実態を物語り、同盟関係を結ぶアメリカの怒りを買っていたのであるが、今回の機密漏洩事件はまたしても韓国軍のモラルの低さを証明したとして、アメリカの韓国に対する信頼は地に落ちたとまで言われているな。韓国では2024年2月に、ボラメの開発を共同開発の形で支援しているインドネシアの技術者が、開発関連資料をボラメの開発を進めている韓国航空宇宙事業 KAI から持ち出そうとしたとして当局が摘発したことがあったぜ。そのボラメの設計図そのものを販売するという SNS 上の書き込みが真実であったとするならば、韓国が威信をかけて開発を進めてきた国産ジェット戦闘機は、すでにその機密が世界にさらけ出されたことになり、もはや導入を検討する国はなくなるであろうとの見方が広がっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。防衛省がイージスシステム搭載艦のガズタービンエンジン選定でロールスロイス社の MT30 エンジンを2機搭載するという情報をキャッチしたよ。今回のイージスシステム搭載は空前のデカさに変わるらしい。トマホークも搭載するようだが、これにヤマトの称号がつくのか気になるところだな。
今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部にロールスロイス社 MT30 ガスタービンが採用される件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今後の日本の弾道ミサイル防衛 BMD を支える新戦力として、防衛省ではこの2024年度の防衛予算の中にそれを担うイージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用を盛り込んでおり、この2隻の総額は3731億円が予定されているね。この艦艇のイージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備を行っている8隻のイージス護衛艦と名称上で区別するために用いられているもので、少しわかりにくい気もするが後者と別と示す意図があるんだ。ただしイージスシステム搭載艦は当初より日本の弾道ミサイル防衛 BMD を担当する艦艇として企画されたのかといえばそうとも言えず、2017年末の時点では陸上配備型のイージスアショアを2セット分、アメリカから調達することが決まっていたぜ。このイージスアショアは翌2018年には1セットずつを北東は秋田県、南西は山口県の陸上自衛隊の演習地に配備展開することで、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛 BMD を担当することが期とされ、それに伴う地域への説明会なども行われていたらしい。しかし2年後の2020年6月、当時の河野防衛省はイージスアショアが弾道ミサイルの迎撃用に用いる、リム161スタンダードミサイル3通称 SM3 を予定地の陸上自衛隊の演習地から発射した場合、近隣の地上に損害が生じる恐れから中止を発表したわけだ。これはイージスアショアが使用するリム161スタンダードミサイル3通称 SM3 を発射した場合、空中で不要となるブースター部分を切り離す型式となっているが、ここで切り離すブースター部の落下位置を制御できないとの理由からだったな。日本が時間と費用をかけてイージスアショアのプログラムソフトに改修を施すことが可能であれば、こうしたブースターの落下位置を制御する対策も講じることはできたかもしれないけど、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は喫緊の課題となっていたね。そのため、日本政府ではイージスアショアの導入をきっぱりと諦め、その代替手段を2020年末までに同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載して対応することに変更。ここにイージスシステム搭載艦2隻の新造を行うことと相なったよ。イージスシステム搭載艦はその建造の決定後に一時期は、基準排水量でおよそ2万2000トン、全長でおよそ 210.0 メートル、全幅で 40.0 メートルほどの巨艦となる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量を誇ることも示唆されたね。ちなみに海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤ型の場合、基準排水量は8200トン、満載排水量は1万250トン、全長は 170.0 メートル、全幅は 21.0 メートルであるため、イージスシステム搭載艦の大きさがいかに尋常ではないかがわかるだろう。ここまで当初のイージスシステム搭載艦の規模が大型化することが想定された理由としては、もともと陸上配備型であったイージスアショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須との見方もあったわけだ。また陸上配備型のイージスアショアの代替を海上に浮かべる艦艇で行うと仮定した場合には、波の影響で艦隊自体に強い揺れが発生してしまう事態を回避するため、できるだけ艦隊を大型化してその影響を最小化するためとも報じられたぜ。しかし当初の現行のイージス護衛艦に比して大きすぎる艦隊は、やはり実際の艦隊行動などを想定した場合には現実的ではないとの判断が下されたようで、今は基準排水量でおよそ1万2000トン、全長でおよそ 190.0 メートル、全幅で 25.0 メートルの規模に修正されているよ。まあその規模感でも十二分に現行のイージス護衛艦と比べれば基準排水量でも 1.5 倍には相当するため、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模となることは間違いないだろうな。さてそんな建造の決定から紆余曲折を経てきた艦のあるイージスシステム搭載艦だが、防衛予算上における正式な名称としては令和6年度工型警備艦と記載されており、
この表記は通常の海上自衛隊の護衛艦と同等であると言えるよ。イージスシステム搭載艦の建造については、1番艦を三菱重工業社が担当、2番艦を JMU ジャパンマリンユナイテッド社が担当することとなっており、前者の三菱重工業社による1番艦はこの2024年度に寄港される予定なんだって。イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期については現時点では未定ではあるものの、最終的な収益の時期は1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中と目されており、寄港からはおよそ3年で実戦配備にまで至る計画となっているよ。この寄港から収益までのスケジュール感も、最新鋭のマヤ型護衛艦とほぼ同様の期間であり、基準排水量でおよそ 1.5 倍にも達する大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すればかなりスピーディーな対応とも感じられるぜ。そんなイージスシステム搭載艦であるが、この2024年5月末にはイギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として世界的にも著名なロールスロイス社より、同艦の機関部を受注したとの情報が公式に発表されたな。ロールスロイス社の今回の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には同社の MT30 ガスタービン機関が1隻に2機実装されると報告されており、この構成は世界的も採用例の多い同機関でも初の事例となるとされているよ。このロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関の名称、アルファベットの2文字である MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称であり、大元は同社の航空機用のターボファンエンジンであるトレント800を船舶用に改めたものだね。MT30 ガスタービン機関はロールスロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新の形式のものであり、日本の海上自衛隊でも最新鋭の護衛艦である最上型でも式として採用されており、こちらは同機を1機とドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせた CODAG 方式となっているんだって。ロールスロイス社の MT30 ガスタービン機関は、本国のイギリスではクイーンエリザベス級航空母艦2隻や、8隻が建造予定26型グラスゴー級フリゲートに採用されているが、最上型だけで12隻の建造が決まっている日本の方がすでに採用隻数は多いな。またそれ以外の国の採用例としてはまずアメリカがあり、フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻。ズムボルト級ミサイル駆逐艦で3隻があり、特に前者は MT30 ガスタービン機関が世界で初めて採用された艦艇でもあるぜ。さらにイタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国のテグ級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻あと追加で3隻が建造予定への搭載が MT30 ガスタービン機関は確定しており、今後も増加が見込まれるらしい。MT30 ガスタービン機関は1機で少なくとも4万馬力後半から5万馬力前半の大出力を発揮可能であり、電力としても36メガワットから40メガワットを供給する能力を有しており、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦も電力供給には期待ができるだろうね。ただし個人的にはもともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD のためのイージスアショアの代替を担うはずのイージスシステム搭載艦が、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としても期待されているような動きには若干の違和感を感じすにはいられないな。日本は近年、地域の安全保障環境の変化に対応するため、防衛力の強化を進めていて、日本が向かう防衛力強化、特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制の整備に注力しており、2024年度の防衛予算には新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として3731億円が計上されたよ。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイル脅威に対抗するための重要な役割を担っているんだ。イージスシステム搭載艦は、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているな。また、防衛省は、地上配備型イージスアショアの計画を中止し、より柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針を転換したぜ。この変更は、技術的な問題や地元の反対によるもので、海上でのシステムは地上型よりも迅速に展開可能であり、
日本の防衛戦略において新たな次元をもたらすものと考えられているらしい。このように、日本は自国の安全を確保するため、防衛力を一層強化しており、新しいイージスシステム搭載艦の建造はその象徴的な一歩だね。これにより、日本の防衛体制は大きく前進し、国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけも強化されることになるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本と同様に韓国で導入されている F-35A ステルス戦闘機の機密情報が気になるところだよね。一応米兵が24時間張り付きで監視している状況であるのと、韓国仕様は外側だけが F-35A 戦闘機だから、そこまで気にしなくてもいいのかもしれないな。今回は、日米ともに韓国政府を信用していないのが現実であるというところを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の航空自衛隊も調達を進めているアメリカのロッキード・マーチン社製の最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を、一応新日の大統領に代わったとされる韓国においても40機を目標に調達中みたい。韓国では当初総数60機もの F-35A の調達を検討していたようだけど、金銭的に無理が生じて現在は40機に下方修正しており、2019年から2022年にかけて40機調達したよ。そのうちの1機は2022年1月、飛行中には首都衝突したというバードストライクが起き、その修理費が新品を購入する費用を上回ることから廃棄処分が決まり、現在は39機を運用しているところだな。すると、韓国防衛事業庁は2023年12月27日、軍の次期戦闘機導入二次事業としてアメリカ政府と F-35A の追加購入契約を同月8日に締結したと発表し、2027年から新たに20機の F-35A を配備するらしい。この二次事業で追加の20機が配備されたら、韓国空軍が保有する F-35A は59機へと増えることになるわけだが、韓国防衛事業庁は追加導入する20機に関して現在運用中の F-35A と比較し、脅威への対応、暗号保安、武装などの性能が大きく向上すると説明していたね。いわゆる F-35A の兵装の搭載量が既存の 1.5 倍に増え、レーザー誘導式の精密誘導爆弾 JDAM など新たな武装もできるというわけだ。また同庁の韓巡飛航空機事業部長は次期戦闘機二次事業によって、韓国型三軸体系の完成度を高められると期待すると語っていたぜ。韓国と停戦中の北朝鮮が保有する核ミサイルへの対応体制である韓国型三軸体系とは、1ミサイル発射の兆候を探知して先制攻撃するキルチェーン、2発射されたミサイルを迎撃する韓国型ミサイル防衛体系 KAMD。3北朝鮮から攻撃された場合に司令部などに対して報復攻撃を行う大量反撃報復 KMPR の3つから構成されているよ。つまり高性能ステルス戦闘機はキルチェーンの中核を担うことになり、監視は一時事業で導入された F-35A の性能を改良する事業も準備中であるとも発表していたぜ。このような状況で韓国は軽空母の保有計画も表明しており、その確定の是非はまだ判然としないが、これに向けて短距離離陸垂直着陸可能な F-35B の方も20機程度の調達を目指す方向で動いているね。2022年5月にユン大統領が新たに就任した半年後の11月に米韓両軍が実施した大規模航空訓練ビジラントストームに参加するため、米海兵隊の F-35B が4機、朝鮮半島南西部に位置するチョルラ北道にある在韓米空軍の郡山基地に着陸して北朝鮮を威嚇したんだ。一方で日本の現状としては、F-35A を105機、F-35B を42機調達することを閣議決定しており、この保有数は今のところ本国アメリカに次ぐ2番目の多さだな。韓国が F-35B や軽空母建造の方向性を急いで打ち出してきた背景には、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀に航空母艦化の改修を行うことへの対抗策としての意図が大きいとも言われていたぜ。しかし、
事実 F-35B は世界的に見てもアメリカやイギリスが調達計画を引き下げる動きもあり、この韓国の追加購入はロッキード・マーチン社からすれば、ある意味でネギを背負ったかもである韓国は軽空母の開発に先立ち、アメリカに設計の前提で必要となる情報の開示を求めていたが、ロッキード・マーチン社は契約後にしか明かせないと当然の対応を見せていたようだ。もともと韓国は現在保有している独島級強襲揚陸艦の後継艦として、空母でなく従来の3万トン級の大型輸送艦建造であると表明していたが、これは中国を刺激させない表向きの配慮だろうと言われていたね。しかし、日本の海上自衛隊が護衛艦出雲加賀の航空母艦化を明らかにしたことから、その対抗策として考えたものであれば中国の機嫌を損ねることなく、韓国は大手を振って空母保有が可能と考えたんじゃないかな。日本のように4州を広い領海で囲まれているからこそ、中国の脅威に対して防衛には限られた九州や南西諸島の陸上拠点からだけでなく、新たな海上拠点となる出雲加賀によって運用される F-35B の必要性も納得がいくものだけどね。ただでさえ、F-35 ライトニング2戦闘機はステルス性能を向上させるために燃料搭載量が限られており、それは B 型だけでなく A 型に関しても従来機より航続距離行動半径が短く、空中給油機とともに必須であることを理解しなければならないな。それでも韓国の領海の広さは日本の 10% 程度と少なく、仮に北朝鮮の領海を含めたとしても 12% を超える程度であり、有事が起きても十分に陸上の飛行場からの F-35A の航続距離行動半径に収まると思うぜ。もちろん政治的に韓国内で承認されるのであれば、日本側が別に口出しすることでもないのだが、ロシア製の地対空ミサイルを調達したトルコのように、韓国がアメリカの意に反しつつあることは懸念されるってわけだ。実はイタリアも F-35 ライトニング2戦闘機を A 型 B 型ともに調達を進めている希少国の一つであり、それに輪をかけるかのように新型コロナウイルスの影響で中国経済の援助にますます依存しつつあったんだよね。韓国は規制された F-35 ライトニング2戦闘機をアメリカから購入しているだけだが、日本と同様にイタリアはヨーロッパ各国向けの同期の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点、FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトラインの承認を受けているよ。もしかすると、イタリアから F-35 ライトニング2戦闘機に関する情報が中国へ漏洩する危険性が高いのではないかと疑われ、その意味で日本にとっては脅威と感じてしまうよな。イタリアの件で触れたように日本でも三菱重工業が主となって、愛知県の南小牧工場内に F-35 ライトニング2戦闘機の組み立て製造やメンテナンスを行う拠点の FACO を開設しており、アジア地区における同機の整備を担当しているぜ。機体に搭載するソフトウェアを更新することで最新の能力が追加されていく F-35 ライトニング2戦闘機は、日々のメンテナンス以外のアップデートは必ず FACO で実行するように定められているわけだ。確かに韓国はアジアの F-35 ライトニング2戦闘機保有国であり、政治的には親日となりつつあるとは言っても日本にだけは自国の同機を持ち込むことを拒んでいたため、2024年4月に韓国の防衛事業庁は F-35A の重整備について米国側と国内実施で合意したよ。ジョンジュ空軍基地内に設置される施設で2027年末から重整備が開始されると明かし、フィンランドに続き韓国も自国機向けの整備権限を取得した形となっているね。韓国は空軍が運用する F-35A について日本以外の MRO&U で重整備を受けると再三主張していたが、NHK は2020年7月三菱重工業の F-35 最終組み立て施設 FACO の MRO&U 運用が正式に始まったんだ。防衛省の説明によれば在日米軍、在韓米軍、韓国空軍の F-35 も受け入れ予定で年間30機以上の重整備を受け持つと報じたな。これについて韓国側は F-35A の整備について決定を下すのは韓国軍であり、日本の MRO&U 利用に関して日本や米国からの正式なオファーもないと否定していたらしい。韓国メディアも空軍が重整備を直接行うことで決まったと報じているけど、
中国への情報漏洩の懸念が払拭されたわけではないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。